皆さんこんにちは。スノー AI で音楽制作楽しんでいますか？音楽の創造は常に新しい技術とともに進化してきました。しかし AI を使った音楽制作が盛り上がりを見せる今、多くのクリエイターが直面するのは露出の難しさです。そこで立ち上がったのがスノー AI クリエイターズクラブ。スノー AI で音楽を作るすべての人へ新たな舞台を提供します。クリエイターの皆さん、一人で悩むのはもう終わりにしましょう。村長ミュージックスタジオがあなたの才能を世界に届けるためのサポートをします。8000人を超えるチャンネル登録者とともに、あなたの音楽をフィーチャー、あなたの作品が多くの人々の耳に届くチャンスをつかみましょう。参加方法は簡単。スノー AI クリエイターズクラブのサイトへアクセスし、募集の案内を確認ください。概要欄にアドレスは掲載しています。そうしましたら、そこに掲載されている Facebook グループや私のメッセンジャーにご連絡ください。審査は厳しくはしていませんが、最低限プツリと曲が途中で終わる、または動画ができていない作品は採用できません。おおむねの流れを説明します。データのやり取り。1. ファイルはギガファイル便などのストレージサービスで送ってもらいます。 2. 作った経緯や思いを書いてください。僕や GPT が分かりやすいからです。 3. 歌詞も残ってたら提供ください。 4. 自分が動画で使った特徴ある画像を 1,2 枚ください。サムネイル制作用です。 5. Facebook グループのやり取りは毎日できる限り目を通してください。6. 必須とは言いませんが、僕が書いた記事などを SNS でシェアとかすると閲覧が伸びます。自分のチャンネルと僕のチャンネル両方掲載したら分散されて成果が薄くならないか心配される方がいますが、全く心配はないです。一例、僕はピアノ教室さんとコラボして NHK 曲を毎月両方にアップしています。ピアノ教室さんは登録者100名ほどですが、ほとんどの月で僕のチャンネルが負けちゃいます。多い時は数万回閲覧になることがあります。審査を通過したクリエイターは村長ミュージックスタジオのチャンネルで作品が紹介されるほか、プロモーションのサポートを受けることができます。もうすでに多くのクリエイターがこのプラットフォームを通じて見えなかった未来への一歩を踏み出しています。音楽は誰にでも開かれた表現の場であるべきという信念のもと、私たちはあなたの才能を世界に届けるために応援します。スノー AI クリエイターズクラブはただのプラットフォームではありません。クリエイター一人一人の夢を実現するための共同体です。あなたの参加を心からお待ちしています。この瞬間からあなたの音楽人生は新しい章を迎えるでしょう。ただし応募が多い時は順番待ちが発生します。それでは一緒にスノー AI で楽しみましょう。